会長寺は奈良県宇田市灰原会場にある神言、総尾室派の寺院である。3号は会上山。境内に大町があり11月中頃から12月、初旬頃に紅葉した葉が落葉し境内を黄色に染めることで知られている。境内は山和富士と呼ばれるぬかい岳の東、会上山の中原の高台に位置する。 寺の創立や遠隔は明らかでないが、カスが大社文書中の忍字元年の年期のある関東家事上案に会場辞と見えるのが文献上の書見とされる。辞元では、陽明天皇の直眼により、聖徳太子が混流し、後に空海が伽藍を整備したと伝わるが、裏付ける文献等は発見されておらず、信憑性に乏しい。しかし、 現状の本堂の規模に対し所蔵する仏像数が多いこと、仏像の制作年や同場の中蔵年代等を考慮すると平安時代後期には寺勢が盛んであったと考えられる。また、現在の会長寺境内眼下に広がる会場集落内に遺跡が発見されており、そこがかつての会長寺跡と,と推定されている。同遺跡は、 ハイワラ町教育委員会によって1991年10月23日から同年12月6日にかけて発掘調査が行われ会場遺跡と名付けられた。そこから12世紀頃の建築物遺構等が確認されており、確認された柱穴は直径40から80センチメートル、そのうちの一つの建築物遺構の規模は東西2件、南北2件と想定される。 これは、当時の民家としては、柱穴の直径が大きく、建築物以降の規模も大きい。また、会場遺跡周辺には、寺院の痕跡を示すと見られる。大門、金の会と、五馬山、銅畑、銅坂の生じ名がある。大門は、大門、金の会とは、金の柿内、五馬山は、五馬山、銅畑は、銅正し、銅坂は、銅坂の意と見られる。 このうち、大門大門は、会長寺から、まっすぐ南方へ伸びる長道の延長線上にあることから、かつて山道の大門が存在した場所の名残と推測でき、前述の長道は、かつての山道であった可能性が高いと考えられる。以上のことから、会場遺跡は、会長寺の休憩台と一致する可能性が非常に高く、かつての会長寺休憩台は、 現在の会場集落の広範囲を占めていたと考えられている。会長寺の大長以下の仏像を所蔵する。本尊の薬師三尊は非仏である。木造薬師如来及び両脇地像中尊の薬師、如来座像、左脇地の日光菩薩立像、右脇地の月光菩薩立像からなる三尊像である。薬師如来座像は、茅や日光菩薩立像、 月光菩薩立像は日の機材が用いられている。三体ともに、打ち子のない、一気長像である。薬師如来座像は、造八84センチメートルで、平安時代前期の重厚な趣向きがあるが、頭部や胸の厚みは薄く、温和な、丸い顔立ちや簡素な絵紋の表現には、地方色が認められる。日光菩薩は、造高101.3センチメートルで、頭部と、 体体の比率も良く、肉取りも穏やかで、軽やかな量感把握を見せる造形に、平安後期の特色が伺える。御前立の木造を訳し来座像は、半上陸の座像である。寄生木作りで、火の機材が用いられ、左手に薬庫を持つ、一般的な造形である。節目の恩賀な表情や、なだらかな肉取り、金星の取れた、体育、整理された絵紋の表現などに、 平安時代後期の上長様の作風の特色が伺える。境内は海上山中腹にあり、脇道もあるが通常は山道の長い石段を登る。境内に入るとすぐに、幹回り約4メートル、高さ約30メートルの大胃腸があり、11月中頃から12月初旬頃に紅葉により落葉した胃腸の葉で境内が黄色に染まることで知られている。 第一町のすぐ右横に五輪塔が立ち、五輪塔右横にはかつて神仏集合時代の会長寺神社者の会場神社鳥居が立つ。第一町左横には主郎門が立つ。道は本堂、事務所のみで本堂右側方に会場神社社務所、本堂右後方に会場神社廃所、本殿が立つ。会長寺と会場神社境内の境界を示すものはなく。 参道も会長寺と会場神社が共有し、神仏集合時代の名残を残す。ありがとうございます。